どうもこんばんは。今日はですね、ある2人の国民的プロ野球選手に共通する意外な共通点というテーマで話していきたいなと思います。プロ野球選手っていっぱいいるじゃないですか。ホームランバッターであったりピッチャーであったりメジャーリーガーにタイトルを取る三冠王なる選手とかいっぱいいるんですけど、いろんな、そういうプロ野球選手がいる中で僕一番すごいのってその選手がいるだけで球場を満員にできる選手だと思ってるんですよ。なぜならプロ野球選手ってホームランをいっぱい打ったからって、その三振をいっぱい取ったからってお金をもらえるわけじゃないんですよね。球場にお客さんが来てくれて入場料を払ってくれて、そこでいろんな食べ物とかを買ってくれて、グッズとかを買ってくれて、テレビの視聴率、テレビを見てくれて視聴率が取れてこそ、プロ野球選手は、給料がもらえてると。要するにお客さんに愛されているプロ野球選手こそが一番その仕事をしているというか、素晴らしいっていうプロ野球選手であると考えることもできるんですね。で、その二人っていうのが僕の中では長嶋茂雄さんと新庄剛志選手なんですよね。メジャーリーガーと元巨人の監督で、この二人に共通してる意外な共通点っていうのがあるんですよ。そのバッターとかホームランを打てるとかもそういうのじゃなくて、生まれつきの身体能力とかそういう問題じゃなくて、考え方である意外な共通点があるんですよ。それが先を考えていることなんですよね。先を考えること、足間さんについて説明していきたいんですが、長嶋さんを表すエピソードで時代劇に関係するエピソードがあるんですよ。それは何なのかというと、ある巨人の選手と長嶋さんがテレビを見てましたと、2人部屋か3人部屋で。で、その時に時代劇が始まるんですよ。夜、9時から10時ぐらいまで。で、その9時から、長嶋さんがこうテレビを見てる時に、だんだんどんどん起承転結というか物語が進んでいくわけじゃないですか。で、9時40分ぐらいに一番面白いところが来るんですよ。これから話のオチが始まるところ。で、いう時に、長嶋さんはその一番面白い時にもう見るのをやめてテレビをポチって消して素振りに行くらしいんですよね。で、もう一人の野球選手がなぜ今から面白いところやのに外で素振りするんやって聞くと、長嶋さんが何て答えだと思いますか？それは、もうこの話はこうなってこうなってこうなってこうなるんや、もう内容は分かったから見てもしょうがない、面白くないからもうこれは素振り行く。要するにもう内容が分かった瞬間にそれがもうずっと先のことを考えてるんですよ。長嶋さんはどんな、次にこうやったらどう切るかな、こうなるとどう切るかなということをずっと考えてるんですよね。そういうのを表したエピソードなんですよ。で、次に新庄剛志さんの場合も、新庄さんってそのパフォーマンスとか、すごく、その例えば札幌ドームで天井から降りてきたり、いろんなファンサービスをしてたじゃないですか。楽しませているというか、オールスターでホームスチールをしたり、 MVP を取りますって言って本当に取ってしまって、壇上で MVP を本当に取れるとは思ってましたとかいうセリフも有名じゃないですか。で、それ全て新庄さん曰く、テレビで聞いたことがあるんですけど、新庄さん曰く全て考えてやってるそうです。こうなったらこうなるだろうなっていうのを常に考えてるらしくて、要するにあれは長嶋さんもプレー、例えば派手なサードゴロのジャンピングスローであったり、そのヘルメットが飛んでいくぐらいの大きな空振り、もうあれわざとでかいヘルメットをかぶってるらしいんですよ。それはファンを楽しませるために、そう考えた時に、すごいなと、先のことを考えてるんだなということでした。大体こんな感じですね。やはりものすごく考えてないように見てる人でも、やはりすごい人はいろいろ考えてるんだなっていうエピソードでした。そういうことです。あと、よろしければチャンネル登録と高評価お願いします。ありがとうございました。